兄弟がね、ずっと祝福のままでいてくれたから助かるんですね。私たち救われるんですね。まあ、いいですと。ゴトイズなんで、これしかないんですね。神とキリストがあります。以上。なんですよ。これ以外何もありません。以上。ね。けれども、そこから離れたって思って、で、しかも自我選択したので、たくさんこの兄弟と見ている私と兄弟の間に、障害を置いてるんですね。障壁。これが、まあ、防壁って言われたり、障壁って言われたり、塵の壁。これが兄弟と思ってるんですね。私が見ているとき、兄弟をこれと思ってるんです。このデータ。防壁とか、コースで言う、塵の壁とか、障壁っていうのは、まあ、私たちの言い方だとデータ。自我の思考のことなんですよ。で、これをデータを見て言うこと聞いてくれないなとか、ここを兄弟と思ってる。これを。これが兄弟と思って信じて疑わない。で、苦しむ。そこで苦しんで葛藤するわけですね。で、許すわけですね。苦しいから許す。許して聖霊に取り消し依頼すると、本当に苦しいなって、もうどんだけよっていうふうにやっていきながらも許していくと、この障壁が取り消されていく。本当に消えていくんですね。消えてなくなっちゃうんですよ。すると、自分があんたさーって言ってた相手がこれでしたっていうことが分かっちゃうんですね。あって。はっ、で、分かっちゃうんですね。そうすると、兄弟は、ああやってくれてる、こうやってくれてる、ちゃんと何やってんのよって思ってたの。この障壁のところで自分はジャッジして判断してた。この障壁のデータの意味付けを信じて、それと同一化することによって相手を見ていた。けれども、これは無なんだと。個性があるように見える兄弟って無なんですね。データは実は、無なので。ないものを見て、こうだこうだって思って。許していったら、ああ、なんだ、あなたは神であり、キリストだったんですね。ここが不変なんですね。絶対変わらない。不変なので、神もキリストも天国もずっと臨在してくれていた。なんだ、よかったってなるんですよ。ありがとうってなるんですよ。自分がそうやって許して救われていくのよ。なんだ、お父さんもなんだ、キリストだったじゃん、神だったじゃんって救われていくと、これがわかるんで、まあ、肉体の彼らをイメージしても、ありがとうっていう恩義しか感じなくなってくる。こういうふうに逆転していく。自分の見方が。わかります？自分の視覚が変わっていく。見方が変わっていく。これが、どう、肉眼だった。J の言い方だと。今まで肉眼だったのが、視覚が、心眼。心の目になっている。キリストのビジョン。キリストのビジョンってテキストとかではね、書いてあります。視覚が変わる。心の中が自我から精霊にだんだん変わっていくので、実はこの目で見てると思ってたけど、この目なんかで見てなくて、自我選択していれば肉眼。
聖霊選択してれば、キリストの心眼。聖霊のキリストの心眼から見たら、もう相手が誰かがわかる。本当は相手がキリストでした。本当は相手が神でしたっていうのがわかってしまう。そうかって、キリストのビジョンで分かった状態で、肉体の相手を見て、もう、ありがとう。ここで居続けてくれたんだねって。データはいろいろ変化するけれども、あなたは本当はこのデータがあなたではなく、ここなんだ。あなたも本当はデータがあなたではなく、ここなんだ。あ、ずっと変わらないでいてくれてありがとうなる。ああ、そっか。これがあなたっていうふうに幽閉しないんでね、これがあなたって言ってるときは、私もこの肉体が限定された、これが私って幽閉してる。これを幽閉してって、この防壁を自分が意思する、これを採用して、これと同一化して相手を幽閉してきたのを、これを取り去ってもらうことをするのが許しですね。許していくと、あ、本当は兄弟は誰であったかが分かる、思い出されていく。思い出しちゃうんですね。うん、だって、これ偽りの姿なんで、このイメージ。うんうん、体と思っている。全然嘘なんで、偽りのイメージ。この本当の私は誰か、本当の兄弟は誰かっていうのは、本当のことの方が本当なんで、当たり前にこう思い出されちゃうんですよ。自分さえそれを意識していけば、ちょっとずつですけどね、それも一気にいっちゃう人もいれば、地道にもう数年かけて、数十年かけて、だんだんそこが完成されていく。そのカリキュラムはね、自分、この個の自分では決定できないんですけど、なので、この肉体のように見える息子さんも、あんたありがとうねなってっちゃうんですよ。なんかわかんないけど、頑張ってるねって。で、そうすると、頑張ってるねってお母さんが言ってるから息子さんが癒されるんではなく、このキリストの心眼、聖霊と一緒にお母さんがあなたさっていう状態でいるんで、息子さんと思っているその心の一部ね、もう癒されちゃうんですよ、彼が。そうすると相手も変わらざるを得ないみたいなことが起きたりするの普通なんです。起きるかどうかわからない、霊が貼り付けにあって、そういうレッスンもあったぐらいなんで、パーサも最終的には肉体が病むっていうのをレッスンとして受け入れてたのね、実装世界にいるのに。でも肉体が病むっていうのも本当になんてことないねって言って、もう体はほっといていいんだよってアテに教えた、肉体はそっといていいよ、無なんだから。変わるかどうかはそれはレッスン次第なので、精霊に任せておけばいい。本当に癒されます、彼の心底深いところでは、あなたはここです宣言する。お母さんがそうするで癒されちゃう。お互いに二人同時に癒されるんですよ。相手だけが癒されない、自分だけが癒されるんじゃない、同時に癒される。データが、さんがその掴んで離さなかったデータを放棄するんで、任せる。それを相手に対する、状況に対する私 の、 この採用してきた思いを手放すと、外側も自分も同時に癒されるっていうのが大きい。許すのが損するじゃない、さきこさんが言ってね、許すと損するんじゃないかみたいな、私ももったいないことするんじゃないかって思うんだけど、それを、手放すから、相手も自分も同時にその苦しみを与えてたデータが消滅。本当の相手が誰かが分かり、本当の自分が誰かが分かる。復活、本当の復活になるわけですね、ここ。本当にゴッドイズでした。世界もありませんでした。私と思っていた私もいませんでした。チーンになるんですよ。声だけ。何一つ変わっていない。何も変える必要がない。許しは静かに何もしないって、ね、
書いてありますけど、静か。心の状態がね、あの別に物理的に喋ってもいいし、物音立ててもいいんですけど、静かに、何もしない。ゴッドイズの状態、何もする必要がない。もう、何もしなければ完璧。そのまま不変。でも、実は、あれしてこれして、こうやって許してってやらなくても目の前にある実は、目の前にあるんだけども、目の前にある天国と自分の間にいっぱい障壁を設けてしまった。これだけが唯一の誤り、罪ではなく誤り、罪じゃないね、誤りを設けてしまっているよ。それを取り消し依頼すればいいだけなんだよ、簡単なんだよって、救済は単純なんだよ言ってる。お願いします、チーンってなるんで、ゴッドイズがまた復活する。瞬間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 、分かりました。はい、聖なる瞬間は永遠であるって昨日だからテキスト読んだら書いてあったんです。聖なる瞬間は実は永遠なの。永遠の真理を瞬間見た。実は瞬間って思ってるけども、不変なるものを見ている、永遠なの。時間の中から見ると瞬間に見えるんだけど、時間の外から見たら永遠なんですね。聖なる瞬間、精霊から見たら永遠、そこから出ることがよく分かんない。精霊から見るとまたそこから自我選ぶって、その意味がわからない行動、私たちだから、ね、そこ聖なる瞬間そこにいればいいのに精霊は思うまた出て自我選んで苦しいも落とす、わけのわからないシステム、それをやめればいい。静かに何もしないこれが一番難しいんですよ。はい、